はい、ダークソンでございます。こちらはですね、剣淵町にございます、レイクサイド桜丘というところでございます。で、湖があって、ため池なんですよ。で、ため池大規模、桜丘地区32工区と書かれまして、こちらに鉱石騎乗ゲート2門と書かれてますね。はい、これよく覚えておいてください。で、この看板の上にですね、はい、同じく、ため池大規模、桜丘地区32工区、鉱石ローラーゲート1門と書いてますね。はい、こちらもよく覚えておいてください。はい。はい、ダークソンです。こちらがですね、このため池の余水脇のあたりに来ています。はい、こちらに見えますのが、先ほど看板にございました、鉱石起伏ゲート、左右で2門ございます。はい、起伏と書かれてましたので、今寝た状態なんですね。で、これが立ち上がることによって水かさを増やすことができます。はい。で、水かさ増えた場合ですね、ここ隣にあるゲートから水が流れてしまうので、こちらのね、鉱石ローラーゲートを閉じて、まだね、水を増やすことができるんですよね。で、なんでそんなことするのかなって思ったんですが、さっきの看板に書いてた通り、大規模のため池ということで、まあ、下流域の、水田ですとか、まあ、そちらに水を供給するためだと推測されます。はい、こちらの湖はダムではなくて貯水池、の扱いなんですが、このようにね、余水脇の機能が、まあ、複雑っていうか、かさ上げに特化したものは、私は初めて見ることになります。なんでね、ちょっと動画にしてみたんですよね。はい。それで、もうそろそろね、水田の稲ですか、刈り取りの時期に入るので、もう水はね、必要ないんですよ、ぶっちゃけ。なんですけど、このようにね、まだ水をね、たくさん叩いている湖でございます。はい。一般的に、アースダムで、まあ、使う必要がなくなったっていうかね、水田に水を供給する必要がなくなったダムは、だいたい水抜かれるんですよね、今時期になると。で、この湖は抜かれないっていうことは、なんでかなって疑問に思いますよね。まあ、こっからはね、また推測なんですけど、こちらの湖は冬になると、ワカサギ釣りができるんですよ。まあ、そのためにね、水を残してるのではないかなーって思ってるんです。はい。いかがだったでしょうか。ダークソンが送る小規模ダム巡り。まあ、以上で終了したいと思います。はい。はい、皆さん、こんにちは。ダークソンでございます。完全に鉄オタ動画と化してしまいました。はい、ただいま私は、JR 宗谷本線、北剣淵駅に到着いたしました。で、駅といってもね、こんなに小さな駅なんですよ。それで、こちらが、線路と遮断機でございます。はい、右側が稚内方面、名寄ね。で、左側が旭川ですね。はい、この駅舎見てくださいよ。ここがね、有名な秘境駅なのかな？じゃあ、ホームの方に行ってみましょうか。ここね、以前来た時に、鉄オタの方が、なんか2名ほどいらしたんですよね。で、私、全く、ど素人っていうか、詳しくないんで、帰ってきましたが、今日初めてね、来てみました。ああ、ホームはこのようになってますね。木でできてます。はい。よいしょ。この木の音いいですね。川にかかった橋みたい。よいしょ。あと、原生海岸歩いてる、整備された遊歩道みたいです。はい、北剣淵です。標津剣淵の間。はい、このまっすぐ伸びた線路、いいですね。この先何があるのか、あるのだろうと、ワクワクしますね。じゃあ、駅舎の方に行ってみたいと思います。ひたすらまっすぐです。
やべえ、このミラーに私の姿が今映ったかな。はい、それではお邪魔します。あ、いきなり駅の音。うわ、これ開かないぞ、これマジか。どうやって開けんだ。まさかのトラブル。あれ、これなんで開かないんだろう。こっちか。ファック、こっちでした。左から入るんですね。お邪魔します。あれ、何これ。いや、木でできてるのはわかるんだけど、ほんとマジね、小屋ですね。木のね、古い匂いがする。ゲームの本。ここに駅ノートございます。位置関係はこのようになってます。北見淵駅。はい、時刻表なんですが、旭川札幌方面に1日3便のみ。で、名寄稚内方面に4便でしょうか。わあ、とても愛されている駅なんですね。これ何ですかね。何でしょうこれ。誰か青い猫型のロボットがあれば説明お願いいたします。じゃあ駅ノート見てみましょうか。あんまりこれ嫌なんだよな。なんかいたずらしてるとかと思われたら困るんで、ちょっとしょ。僕ね、駅ノートは書かないんですよ。なんか悪い気がしてね。埼玉、所沢。なんか細かいメモ帳がいっぱいです。本当に好きだね、みんなね。めっちゃ詳しく書いてるよ。千葉、中川ってどうないかな。横浜。名古屋。うわ。札幌。横浜、多いな、横浜。大阪、神奈川、大阪、横浜、栃木。うわ、めっちゃ多いな。すげえ来てるよ。金沢、金沢って石川県だよね。うわ、これすごい、この書きよう、これ。よくこんなに文章書けるよね。東京都。東京都。これ神戸か。神戸、仙台、千葉。わー。栃木。すげえ。八王子、小金井、まあ、東京ですよね。埼玉。冬も来てるんだ。すげえな、ガチだな、それ。絶対行きたくないよね、冬ね。埼玉、千葉。関東圏多いですね。東京。東京。うわぁ、わざわざ東京から来るんだ。京都。東京、文京区、文京区ですね。新潟。おーイエス。千葉。静岡。愛知。神奈川、大阪、群馬、館林って、ここめちゃくちゃ暑いとこじゃん。埼玉、
千葉、関東多いな、京都、埼玉、川口、これ何県民だ、これなんか読めないな、群馬、静岡、この踏切渡る車の音がね、ダイレクトに入ってくるぐらいに安不審っていうか防音対策とか全くないですね。大阪、天王寺区、神奈川、相模原市、うわー、東京、フロム東京、旭川とかはね、わかるかなとかと思うんだけど、なんでこんな秘境駅にこの埼玉とかから来るんだろうね。千葉県柏市って言うんでしょうかね。練馬だから東京なのかな。この人は確か札幌の人だな。新聞の切り抜きもある。広島って広島県かな。すげえな。そうだよね。北広島が北海道だからね。東京八王子。札幌。愛知県、インターバンさんの名前ありますね。有名ですね。旭川、東京、クロフォードさんもいる。多分旭川の人だと思うんだよな。京都から来ました。大阪、兵庫、千葉、静岡、千葉県、千葉、大阪、京都府左京区。いや、すごいですね。はい、いかがだったでしょうか。夕日が沈む北剣淵駅よりダクソンがお送りいたしました。